五村上天皇は、日本の第九十七代天皇及び南朝、第二代天皇、忌み川はじめの利吉、後に、のり長に改めた。名前の読みが2種類あることについては、後醍醐天皇の御子の名の読みを参照。父、後醍醐天皇の遺志を継いで南朝の京都回復を図り、大和の吉の金瀬、摂津の住吉などを暗遇とした。 1911年に南朝が正党とされたため、歴代天皇として認定されるようになった。後代醐天皇の第七味子。母は、あの高連の女、蓮子。聖母に関して、吹上本、帝王系図の看末府氏は、広志性神皇を、あの実るため女の書生とし、近世成立の南朝系図は、乗り内ない神皇を、中宮の北畑明子の書生。 安成親王、藤原勝子の書生、惚れ主義新能、死生新中原七女の書生、節星親王、吉成親王を落ちやの書生とするが、その確たる史料的裏付けはない。現行三年、小教二年鎌倉幕府が滅亡し、父の五代五天皇が県武の申請を始めると、幼いのりいは、 北条氏の残党の討伐と、東国武士の帰属を目的に、北畠近房、秋家府市に報じられて、欧州多賀城へと向かう。建武元年5月多賀城において、新王となる。翌2年、足利高氏が、新生から離反すると、北畠親子と共に、高氏討伐のために経へ引き返す。建武3年3月行在所比叡山において、元服を行い、 同時に三品道の区大衆に助任され、高氏が刑で敗れて、九州落ちすると再び欧州へ赴いた。延元二年、剣武四年多賀城が襲撃されて、危険となり、霊山に難を避けたが、八月に再度上落を始める。十二月に鎌倉を攻略し、延元三年、略王元年一月さらに成城して、身の国青の原の戦いで、足利法を破って、伊勢、 伊賀方面に転身した後、当天皇のいる山和の吉野安宮に入った。父天皇が、全国の南朝勢力を結集するため各地に、自らの御子を派遣する中、9月に、則永ナガも、宗永親王と共に、北畠地下夫妻、秋信に報じられ、伊達行朝、中村協長、結城宗博の軍船の下、伊勢国大港から三度、欧州を目指すものの、 途中暴風にあって一行は離散し、新能の船は一斉に漂着。翌延元四年、略を二年三月吉野へ戻り、間もなく皇太子となった。八月十五日に父天皇の上位を受けて戦争する。堀家獣宅住吉安宮和と天皇は若年ながら、主に、機内金国の寺社や武士に対して、精力的に臨時を発し、南朝の安寧祈願や、所領安堵、給付、 軍勢催促や放送を行った。昌平3年、上和4年1月足利方の小な直に吉野を襲撃され、天皇は木花園へ一旦難を避けたが、後に山と金星へ移った。昌平5年、関能元年足利一族間の内向が激化すると、先に足利忠義が南朝に降伏し、 翌年10月には高氏が同じく南朝に降伏した。天皇は高氏に対して、忠義、忠冬追悼の臨時を与え、11月には北朝スコ天皇を廃位するとともに三種の神器を接収し、皇太子自家人親皇も排退しとされた。南朝は、高氏が忠義を追悼すべく、関東に向かった隙をついて、家計を回復する作戦に出る。昌平7年。 文が元年2月に我名制を発し、河内東城を経て、摂津住吉に至り、うる2月19日山城男山に入り、七条、大宮の戦いで、楠木正則が、足利義明を破って刑の回復に成功した。一党は破綻して義明は、大宮に逃亡し、天皇は、黄金、光明、都公の三条公と敗退士の直機と志信を、 男山に連行した。3月に足利方の反撃にあって刑を放棄し、男山に立てこもるが、5月、吉明の軍に敗れて、過労うじて脱出、三和車宇だを経て、金瀬いに帰還する。昌平9年、文那3年3月には、黄金、光明、都高三条公と自家人心王を、河内天野の金剛寺達中間増員に入れると、10月には、 自身も金剛寺に移って、達中ニーをアングルーと定める。昭平十年、文那四年一月、再び南朝に基準したただ冬を立てて景の回復を目指すが、高氏、吉明の軍に敗れて頓挫し、しばらくして、光明上皇は京都に返した。昭平十二年、延文二年二月には、黄金上皇、都皇上皇、自家人親王も京都に返し、 昭平14年、延文4年12月、自身も関心時に暗宮を移し、翌年9月には住吉まで北上。昭平16年、公安元年幕府の清掃に敗れて失脚した、出事、細川清氏の基準を受け、12月8日、四上高俊、楠木正則らが刑へ攻め込み、一時的に刑を回復するが、すぐに、吉明軍の反撃にあって、 同月26日には撤退している。南朝の力はすでに弱体化しており、体制を挽回するまでには至らなかった。それでも南朝は、なお強硬姿勢を貫いたと見え、昭平22年、常時6年4月に直使用室光使をして、幕府との和睦交渉が行われたものの、天皇は、武家側の降伏を条件に要求したため、吉明の怒りを買った末に、 和議は決裂している。この年にはもう病気がちであったらしく、翌昭平二十三年、王安元年三月十一日四国に、墨吉大社宮寺つもり市の墨の遺伝にて奉御した。三四十一。和歌は二条ため定めに支持し、昭平八年の、第2選手野道二十年の、第360鹿に栄心して、順直選手、新馬和歌集には、最多の百0種が日衆したほか、 源氏物語にも関心を寄せた。また、古法革命について、善を極め、美は、宋の音楽や、大覚寺等の唐用を受け継いだ書道にも長けていたと、される。父の五大五天皇が、大五、村上天皇の演技、天略の地を理想とし、大五天皇にあやかって生前自ら、五大五の業を定めていたことを受け、小村上院と、追合された。ひのきおは、 宮内庁により、大阪府河内長野市でラモトの関心寺内にある、日の木を寮に事情されている。宮内庁上の形式は延休。放御後の3月15日に、当初で火装され、間もなく天皇のための北ッ三昧堂も建立された。天時4年、令和4年に関心寺を参詣した、県明るの関心寺参詣書道巡礼記によれば、墓所の東に、北ッ三昧堂を、その前に、 高等内市の五輪塔があったと伝える。同時は、天皇の御在所でもあったが古古来御陵を数計しており、近世の地種類も当初御陵として挙げている。なお、同境内に公母坂両母参考地、境外に日尾塚両母参考地が所在し、共に、母、あの連氏の墓と伝えられている。京都府以外の地に葬られた最後の天皇であり、時代、 長慶から明治までの歴代天皇の御笹木はすべて天皇の御所が所在する京都府内に造営されている。皇居では皇霊殿において他の歴代天皇皇族と共に天皇の霊が祀られている。また宮城県多賀城市の多賀城成長跡の北側にある多賀城神社にも祀られている。この記事は以下のカテゴリでも参照できます。のりなが神に関するカテゴリ ありがとうございます。